はい、こんにちは、ショートです。ユギはマサジルね、やっていくんですけど、ヒーローデッキ使いたかったんで、ヒーローデッキ持ってきました。これどうしようかな。アライブでシャドウミスト立てて、マスクチェンジから増援でエアーマンでいいかな。うん、そのパターンでいいね。ヒーローアライブから。打って、いきなりライフコストでかいんだけど、ま、シャドウミストで。効果で持ってくるのがマスクチェンジと。シャドウミストをさ、初手に立てるのの封殺効果、えぐいよね、結構ね。で、持ってくるのが、エアーマン。で、エアーマン投げていいかな。で、効果で持ってくるのが、この場面だと、リキッド。リキッドでもいいね。リキッド組んでも全然いい。全然ありな話。まあ、アブソルまで考えるとリキッドなのかな。ゾウジーは相手のターンで打たないと、バブルマンには繋がらなくて。あ、ダッシャスでも引いてるからな。割とバブルマンでいい話もあるんだけど。まあ、おとなしく一回リキッドにしとくか。で、セットして、終了でいいかな。このさ、相手ターンのスタンバイフェーズとかに、伏せカード打ちたいんだけどさ、メインフェーズに入っちゃうんだよね。これなんか多分設定いじんなきゃいけないんだよな。このカード特殊召喚。マスクチェンジを打つのと、同時持つ。とりあえずこれで、アーダラの分は、止めに来た。それは致し方ないかな。まあ、ダークローで。これが結構重たいと思うんだけどな、相手的には。で、シャドウミスト使って持ってくるのが、リキッド召喚した後だよね。この手札ならバブルマンでも全然いい気はするんだけど、並べて、アブソルに一回なって、もう一回、それを餌に、っていうルートでもいいか。まあ、バブルマンでいいと思うんだよね、一回。死者蘇生まだあるからな。だからダークローが結構辛くないか。ユニゾンビ。レベル調整か。これ全然知らないで来たさるね。割られたんだけど。おい、いきなりダークロー死んだんだが。ちょ、待て待て待て。アライブってるからこっちすぐ死ぬんだって。次のターン。エアーマン持ってくるべきだったかな。いや、大丈夫か。リキッドシャドウミスト。マスクチェンジは持ってこれる。ハリファイバー。こいつがマジで。シンクロするデッキにはさ、あらゆるところで、やりたい放題しとるからね。まあ、一枚制限なんだけど。ミラクルフュージョンしたいけどな。ね、ダークローしたさせいでもう一回出せるから、強いと思ってるけどな。このターンで止まってくれん。目付き。いや、アンデッド族はね、こういうのが強いんだよね。まあ、また出てくると。効果わかんないな、マジで。なにこれ。なんか墓地でシンクロするみたいな不穏なこと書いてあるんだけど。大丈夫っすか？
あー、これ魔法カードだったら僕勝つけど。大丈夫？よろしいか、それは。ダウンした。殺されました。普通に。割と困ったちゃんだね。まあ、ワンダードライバーから。ミラクルフュージョン2回打ってばいいか。いや、思わぬカード引いたな。ぶっ放していいんじゃない？まずは。ぶちかますばよ。で、リキッドマンから出すのが誰がいいんだ？ハリファイバーしてこなかったね。死者蘇生でダークロー出すのは確定で、そうなるとリキッド投げて、エアーマンかシャドーミストなんだけど、多分シャドーミストが正解かな。で、8000点届くかな？ちょっときついか？ああ、それはだいぶ鬱陶しいこと起きてる。アンデッドワールド。いや、軍艦橋は別に関係ないか。こっち全員戦士族だし、まあ、ノープロブレムな、プロブレムなね、話があると。で、ここでエクシーズ、あ、じゃリンク召喚しちゃって、違う、先にミラクルフュージョンかな。あ、違う、アンデッ、ああ、そういうことか。アンデッド族にされてるからってことね。これ結構鬱陶しいな。属性が変わるから割と。ちょっと困ったな。ダークロー投げてもいいんだけど、シンプルに。あ、投げれないか。バトル入るしかない。普通にちょっと辛いな。普通に苦しくなった。アンデッドワールドと、なるほどね。アンデッド族にしてって話か。それ思いのほかめんどくさいな。ただ相手なんか終了したんだけど。じゃあエクスカリバー入れとけばよかったな。ブレードハートか。自分の盤面をさ、片付ける方法が欲しいんだけど。墓地も、あ、墓地もいけんじゃん。蘇生するわ。ダークローって出さないの？あ、マスクチェンジのみなのね。まあ、打点上げていくのがいいんじゃない？てか、これで割れるっしょ。割る方。これで良かったのか、最初から。これも割りたかったんだけど。思うようにいかないね。なかなか、勝ったわ。うまくいかないけど勝ったわ。ジートで、もう一戦いきます。はい、じゃあ、そのまま続けて2戦目やってきます。アライブリキッドワン。アライブから打つか。不本意ながら。これどっち出すべきかな。多分シャドウミストが正解かな。これ強いよな、死ぬほどライフ半分払うとはいえ。これでいいと思う。で、相手の特殊召喚は G で止めて、ここはダークローになっちゃって、サイクロンで裏を割って返しのターンで、僕マスクチェンジもう一枚握ってるのと、シャドウミストから、
エアーマンってつなぎたいかな。ポチョくるからね。で、リキッドでマスクチェンジしてアシットになれば裏一切無視できるでしょ。そっちのルート待っていいな。いずれにしてもマスクチェンジをオーラシ打たれた時のことを考えると一枚残していいと思うんだよね、手札に。ヘビーフォワード、これまあマスクチェンジするか。マスクチェンジ、これでダークローになりますと。で、手札持ってくるのはハンデス入るからいい感じに蓋してると思うけど、さっきもこれっぽいのと当たったよな一回。まあダークローとどっちも使うか。シャドウミストでも、てかこれサイクロンで割ってもよかったな。まあいいか、伏せ考えるとそっち割りたいよね、どっちかっていうと。で、ね、持ってくるべきが、まあエアーマンか、さすがに予定通り。うん、ハンデスしてください。で、マシンナーズフォートレスみたいなやつを墓地で使わせたくないため、この形でいいと思ってるけど、ただいきなりでかいのが飛んでくるんだよな。こっちリキッドマン投げて、シャドウミスト再展開してもう一回マスクチェンジを持ってこれるから、マスクチェンジ2台チェンジしてもいいからね、全然。特殊かマジで、うららがあるかどうかなんだけど、ない。とりあえずワンドローはさせてもらえる。こっからの点きたー、超ヒューゴ引いたの神。何、手札に加えるんだっけ。ああ、それはいいよ、それは許します、許可します。で、どっかで超融合絡めてもいいな。ただ超融合は後ろに伏せておきたいかな。ミラクルフュージョンを引きたいね。あと墓地が溜まりつつあるから、溜まりつつある予定だから。特殊召喚は全然ウェルカムなんだけど、いつでも来いって感じだね。相手でもね、これで多分ワンキルは無理で、そうなった時に返しのターンのこと考えると、そんなにさあ無理やり展開をどこまでもしたいかって言われるとそうでもないと思うんだよね。で、なんなら自分で超融合してさ、アブソリュートゼロになってマスクチェンジして盤面全部割るっていう動きあるから。泥酔魔獣なんだお前。おお、守備表示された。ここは破壊されない。はいはいはい、え、なにこれ。自分のエクソ一つの取り組みの効果が高い、モスドに攻撃表示で存在する限り相手の効果対象になる財力が破壊されない。あー、はいはいはい、まあ超用語でどっかで食べろって話ね。ミラクルフュージョンも都合よく引いたな。増援は早めに打っていいと思うんだけど、増援は打っていいか。持ってくるのね、ソリッドだと思うんだよね。で、多分リキッドからシャドウミスト釣りに行く方がいいと思うんだけどな。あ、でも効果無効にされるんだっけ。それ鬱陶しいな、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ鬱陶しいな。そんなだるいことは他にないと思ってるが。
まあ、召喚しとくか。出せんのこれ。ダメだよね。まあ、超融合するんですけど。手札捨てんのね。ソリッドかな、ちょっともったいないけど。で、ガイアになって、こことここ。はいはいはい。で、こういう表示変更の、ミラクルフュージョン、いっけ！アブソリット。ソリッドとリキッドでいいよね。うん。オッケー。負けないぞ、あんな、クソ野郎には。GG ってことで、お疲れ様でした。また次回の動画で。